まままもなく始まります第4回ゲームエフェクトコンテスト2014から2015はもうまもなく始まります,ままります、うん、じゃあ始めましょう、うんはい、さてじゃあ始まりますか、はい、じゃあこっちの画面に切り替えます、うん、あっ <laughs>、うん、はい、はい、えー ゲームエフェクトコンテスト第4回ゲームエフェクトコンテスト開会式を始めたいと思います、はい、わあ、はい、早速、はい、皆さんこんにちはパチパチパチとコメントきましたねはい、はい、私、えー、マッチロック株式会社エヴァンジェリスト後藤誠と、はい、株式会社アグニフレアの下沢です、はい、この2人で えー、第四回のこのゲームエフェクトコンテストを開会式をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。いや、もう第四回ですよ。はい、もう一年経っちゃったんですね。そうですよね。はい、あので今からそうで、二年ぐらい前に、二千十二年ですよね。第二回行うときに、第一回から復活開催ということで。 あの本当に私、やりたいということでやらせてもらったんですけども、そこからえ第2回、第3回と徐々に参加人数も多くなってきて、そして今回、第4回と、回もう前回もまたすごい面白い、はい、もうわくわくするようなう、ね、回を重ねるごとに、質と量が上がってきて、うん、前回で結構、インパクトあったのとかと、それは優秀賞のあの、あ,あれですよね、刺繍のねはいはの、い。 ちょっとまたおさらいしてみたいと思います、はいえーと。ちょっと前回のエフェクトコンテスト優勝作品を見てみたいと思います。でえー、とこちらかな。はい、この画面あります、ね、こちらゲームエフェクトコンテストで検索すると出てくる、えーうん、あの。 こちら公式サイトで前回のエフェクトコンテストのサイトです。こちらをこうコロコロっと下の方にやると、えー、ここ、こちらです。優勝者、小、え、さ、ー、様の刺繍の魔法陣が前回優勝いたしました。えー、これどんな作品か、もう一回見てみたいと思います。はい、これ実はですね、Facebook にある、えー、こちらの ゲームエフェクトコンテストの公式サイトの方に全部載ってまして、こちらですね。はい、ちょっと見えますかねちょっと大丈夫かな大丈夫です。はい、こちら。ちょっと自分の顔も出してみようか。うん、よいしょ。あ、間違えちゃった。っね、4番。はい、これですね。はい。で、これでちょっと再生すると、はい、これです、これ。覚えてます、これ。はい。 これは正直、すごい感動しましまたねとてもその緻密で、かつ魔法陣に見立てる、草と花を見立てていって、最後に余韻で、ちょっと今、動画だとちっちゃいんですけども、蝶々がちょっと飛んでるっていうところで、もう構成からデザインから何から何まで、発想も含めて、何も申し分がなかったという。 非常に素晴らしかった素晴らしいですね、はい、もうデータとしても、なんかこれ、結構素晴らしいデータ、ね、整理されたデータで、あと、この刺しっていうところで、あ法人っていう、このすごく女性らしいあの感性が際立っている、素晴らしい作品だと思いますねは前回の、うん、でもう一つ、前回の、はいあ、そうですね、もう一つの視聴者の方、えー、っと、 こちらでもう一つちらっと見ると、こ,こちらですね、マッチロク社長賞を獲得しました、えー、成田誠人さんの冬の温泉というやつです。これもちょっと見てみたいと思います。こちらですよ、これ、おんって感じで思いますよね。でなんとこれ、再生すると、カメラがついてて、こんなね、あちょっとこれ、頭から再生した方がいいかな。えー、っと、これで、いきなり背景が出てくるう背景かそう。え、これ、どういう作品なんだろうと思ったら、これ、全部実は。 エフェクトで表現しているっていうので、ちょっと正直びっくりしました。反射が水の反射だったり、光、ね、きがあったり、光の特にあの弊社マッチロックでビシャモン等で作ってるんですけど、あの当然こういう機能ないんですよ。その水のあのリフリフレクションだとか、あと遠くの方が微妙に木がぼやけてたりとか、はい、でこれは正直本当にコロンブスの卵と言いますか、やっぱり何よりも そのデザイナーの創意工夫っていうのがものすごく出ていて本当に素晴らしい作品だと思います、はい、もうこちらは虫シャモンマッチロク社長賞ということで前回あの賞をさせていただきましたそして今回今回第4回そしてどんな作品が来るのか非常に楽しみです、はい、では早速、えーはい、今回の えとエフェクトコンテストの概要について説明させていただきたいと思いますはい、はい、こちらですね、えー、コンテスト概要ということで、えー、まずは開催日こちらです、えー、12月13日きょうきう今,日今,日今まさにきょうから 2>、はいえー、約2か月後の2月14日 2>, 締め切りは2月14日そして、えー、結果発表は3月14日3月14日ということは これバレンタインホワイはい <laughs> <laughs>、でこれは正直あのやっぱりすごくあのこれはいいかなと思いましたね、はい、これは非常にマッチしてていいかな覚いですねバレンタインが締め切りですとチョコを提出するす、ね、エフェクトを提出する <laughs> です、ね、もしかすると、えー、3月14日にはお返しが <laughs> なんと賞金 賞金10万円とかもらってるかもしれないかもしれないわか,かりやすい賞金については後ほどねあの紹介させていただきたいと思います、はい、デートの日程と合わせてとかで出てきましたね <laughs> 確かにちょっと土曜日ですともしかするとデートに行ってるかもしれませんね、はいまあ、ぜひともこちら結果発表会の方も注目いただきたいと思いますはい、はい、そして、えー、と募集資格 一般の方と学生の方、まあ言ってしまう誰でもいいんですね、はいあの。どなたでも参加可能です。うん、あとあの、学生と一般分けさせていただいたのは、一番の理由は、特に学生さん、はい、学生さんの方に、えー、たくさんの賞を取ってもらいたいという思いで、今回分けあ前回からです、ね、分けさせていただきました。今回もその通りでやらせていただきます。はい、そして、応募方法、えー、ストレージサービスを使ったアップロードで、えー、メールで通じておく。 ことで、毘、え、沙、ー、門で制作したデータとあと、ムービーを ZIP、えー、に固めて、ストレージサービスでを使って送るという形で、同じように、前回と同じですね。はい、であの、本当にプロの方による審査をして、賞を決定していきたいと考えております。はい、これはもうガチの審査ですね、うんうん、そして、えーとあ、ざっくり言うとこんな感じですね。 ええと、ま、13日開始、そして14日終了、で、3月14日に結果発表会。はい。ちょっとこれ、あの、前回と大きく違うところは、えっと、応募の、あ顔が青くなった。<ー>ガガーン。これ、あの、カメラの接触が悪くて、実はもう、ちょっとこれど、どうしましょうつっついてみましか、ねあ。エフェクトです。エフェクト、あっ、はい、来た。 ポストトエフェクトが今ちょっとこれあの、えー、ちょっとこう、つっついてもらう方につっついてもらって、ちょっといいか、ね、あの誰かあのあの、スタッフの方にうまいことやっていただく間、じゃあまずは、画面だけ。 まず画面だけにして、はい、はい、このままでちょっと行きたいと思います。まず、あの、1ヶ月間、実は、審査までの時間をいただくことにしました。実はですね、前々回から前回って非常に倍ぐらい増えたんですが、えー、今回はもしかするともっと増えるんではないかなと、実は想定しています。と、というのはですね、小沢さん、はい、えっと、実は今年から、えー 専門学校でビシャモを使ったエフェクトの授業というのがなるほど、えー、開講されたんですねこれすごいことだと思いませんかエフェクトの授業って聞かないですもんね実は去年からもある学校であの1校だけだったんですけどもエフェクトの授業っていうのを開講してたんですが今年もなんとそれにプラスして、えー、どんどんそういった学校が出てきてるということで、うん、あのすごくそれは あの期待しています学生さんの応募がなんかコメントで受けましたって聞きた、ね、時間受けた人がいますねですのでもっと去年よりも増えるだろうということでしっかり審査させていただくためにも、えー、1>, 1ヶ月間の時間をいただくこととさせていただきました、はいえー、まだ実はカメラが直ってなくて、うん、顔が真っ青ですのでこのままいきたいと思います <laughs>、はい、そしてお待ちかね入賞賞金についてはい、はい、実は、えー 今回、賞の数が増えてるんですね。で、えっ、ー、と、前回、えっ、ー、と、アグニフレア社長賞と、えー、マッチロック社長賞の、え二、ー、つの賞があったんですが、えー、今回は、最優秀賞っていうのを一人決める形を取りたいと考えています。で、えっ、ー、と、その後、まあ、当然学生の方の最優秀賞っていうのもあるんですが、 えっと、その後、同じように優秀賞と、えっと、入賞と、各部門、それぞれの賞を予定しています。これは、あの、一般と学生で、それぞれ3部門11ですので、33ですから、結構な数ですよね。で、ここまでですと実は、去年,とうそう去年と同じなんですが今回は、さらに賞を増やさせていただきました。 実はこれ、学名もちょっとずつ変わってはいるんですが、今回もさらに賞が増えて、技術賞と発想賞、そして美術賞という、さらにえの部門も一般の学生それぞれえ3つずつ増えました。これは、ああ青くなった、今治ったと思ったのに、もうね、こういう時あるんですよ、やっぱり放送事故でですよねついさっっきま全然大丈夫だったんですよね。 何かかの前触れですかね時間が実は、ね、この年ギリギリなんですあエフェクトが真髄というメッセージが来ました<ー>で、えー、とこの部門は、技術賞、えーと、発想賞、美術賞は、えー、それぞれの各部門をぶち抜いて、えー、かつ、この方は入賞するにはあともうちょっとなんだけどもあとここだけはすごく素晴らしいという。 そういった方へ部分,部分だけですね。自分だけで、そうですね。そうそうそう。一つがあるっていうのをちょっとプッシュできれば。そうですよね。で、それで、えー、次回、さらに入賞を目指して、えー、頑張っていただきたいっていうための後押しのための賞として、今回ご用意させていただきました。ということは、これはちょっともうちょっと詳しくやると、こうですよね。なるほど。あの、その一般と学生に分かれて、それぞれ、あの、数が結構増えてます。 しかも、えー、技術発想美術賞で各1万になって、これ3万ですよね。もう、20名の。これで、より、あの、たくさんの方が賞をいただいて、えー、欲しいなと思っています。はい。お、お、頑張るぜと方が来ました。ありがとうございます。はい、うん。さあ、次ちょっと行きたいと思います。そして、えっ、ー、と、実はですね、これだけではないんですね。今回は、えっ、ー、と、賞を取られた方には、 えっとフレアちゃんのラバーストラップのプレゼントを用意しています。賞金とラバーストラップ。フレアちゃんってあのすごですかね。フレアちゃんあの弊社のそうです公式キャラクターでジャモン応援させていただいているキャラクターでフレア様のと復活したカメラあちょっとあれずらしてもらってはいはいあごめんなさい全部ね画面画面のここ向かって左これこれ。 向かって左に写っているキャラがいると思うんですけど、これがフラちゃんです、はい、実はユーチューブでもフラちゃんを使ったデモを見ることができるんですが、まあ、ふ詳しくはフラちゃんで検索と。そうですね詳しくはフラちゃん検索、ラバーストラップをプレゼントします、そして、えー、っと参加者全員にも、えー、っとシールの方をプレゼントさせていただきたいと考えております <laughs> 応募してくれた人には全員、ちょっとシールを。はい お返しぜひお返し、本当にこれはも <laughs> <laughs> 感謝のシリーズ、あ、ホワイトデイに、そう。はい、なんと、フリアちゃんからプレゼントが来るということでね。なるほど。はいえー、と一応、ちょっとだけここだけあの見せたいと思います。なんと、こういったデザインで、えー、と左側が、えー、とラバーストラップで、右側がシールという形で、えー、用意を検討していますので、ぜひともあの皆さん、 るってご応募いただければと思います。あ可愛い,いとか来た、<あ>素晴らしいですよね。い,いや、もうこれ、本当もうね、なんかエフェクトつけて、ぐいぐいやりたいですよね。いや、別に、あの、決していやらしい意味じゃありませんよ。ノーコメント。ノーコメントで。トで <laughs> あのね、キラキラとしたね、はい、そういった魅力あるフレアちゃん、ね、出てほしいなと。はい、そして、あの、ニコ生の放送の予定も、えー 発表させていいいたただきたいと思います、はい、まずは開会式、今日、今日ですよね、はいはい、このそう13日、そして、えー、大体その真ん中日ぐらいの日に1月の17日、えー、中間発表会というのも予定しています。はい、この時に、えー、そこまで、ね、応募いただいた作品についてご紹介したりとかさまざまな方からのメッセージなども,、えー、も予定しています。そして、えー、と最後 えー、締め切り直前の駆け込み生放送、また今回もやりたいと思ってます。結構ね、前回もすごかったんですよ。あの放送中に応募してきた作品が届いて、おー今届いたみたいなのがあって。ライブ感あふれる。そうそう、ライブ感その時にでカメラがおかしくなって、ああっていう時にあ、あれは超面白かったですね。<laughs> さすが後藤さんです。<laughs> であの、今年もまあどうなるか分かんないんですけど、はい、どうなるか分からないんですけども、えー、ちょっとまた9時くらいから、 もしかするとダラダラ放送になるかもしれないんですが、あなんとか皆さんで最後のギリギリまで、えー、ちょっと応募の締め切りっていうのをちょっと放送したいと考えてますので。はい、そうですね。<う>じゃあちょっと、ええ、じゃあ何を作るのさっていうところであ、そうですよね。まず、具体的に何かっていう言っちゃいましょうか。かいうはい、まずは、はい、テーマについて発表させていただきたいと思います。まず、こちら、注目すべきは、セカンドのテーマである、Love for each frame。Love for each frame。 ラブ。あれあ、いや、なんか、録音してる人がいるかなと思って、<ー>その辺、ちょっと着信音とか使いたい人用に僕、黙ってました。はい、いや、なんかもうし、真剣なんですよ、これ。<laughs> これあの皆さん、皆さん、真剣です。真,です真面目ですつまり、これあの直、直訳すると、あの、フレーム一つ一つに、本当愛を込めてた。 いういいね、そうですね。エフェクトデザイナー。やっぱり制作するにあたって、1>, ねうん、1フレーム1フレーム、コマ送りしては確認してを繰り返して制作していますので、うこれフレームごとに愛が詰まっていると言っても過言ではないと。はい、<だ>ですよねそうですね。うん もう本当に今回の「愛」というテーマにもなってるしやっぱりその1フレームごとに本当エフェクトで短いですよね1秒とかほんの数フレームでまあもう12フレームのエフェクトとかありますか、ね、けどでもそれを最高のゲームにするためにはそういったエフェクトの質感とか そういった臨場感があってゲームというのは最高に跳ね上げられ素晴らしい作品となって、はい、あのなっていくんですよね。その1フレーム1フレームに注ぐ愛と愛情があってこそやっぱり次があると思うんですよね。では早速、えー、まず1つ目のテクニカル部門から、えー、と説明していきたいと思いますて。あ、こちらですね。はい。まずはテクニカル部門。はい、1つ目。はい、1つ目ですね。はい。こちらは なんと、今回初なんですが、テクスチャー縛りでいきたいと思います。この、これちょっと実は冒険なんですが、今ある、この5つの種類のテクスチャーのみで、今映ってる5万円のテクスチャーだけってことですね。ですねのみで、えっ、ー、と、美写紋の技術だけを競った部門ということで、用意させていただきました。はい、あ、コメントも来てますね。 一番右。これ、じゃあ一番右のテクスチャについて軽くですけれども、えっと、今回のビジャモン、新しく実装された描画タイプ、歪みという機能が、ディストーション。ディストーション。歪み。あ、それは普通でいいのがありまして、で、2枚のテクスチャを使って、歪みを もう片方のテクスチャーで,で、ねえー、片方のテクスチャーを歪ませるっていう機能があります、ね。歪みのための変異マップってことですか、ねですね、はい。いこの緑と赤と黄色が見えてるテクスチャーを使ってちょっと歪ませる感じで。はい、ですよね。はい、で、それぞれやっぱり和のやつが、なんかポッチンというやつもありますけど、これもやっぱりそうでた感じですよね。はい。はい。はい。なんで、これ全部使わなくてもいいですし、はい、全部使ってもいいんで、いい最大一今浅い、うん。 最低1枚。1>, 1枚。最高5枚。はい、あと一つ重要なのが、えっ、ー、と、モデルに関しては実は制限はないんですが、モデルのテクスチャーもこれだけという。はい。つまり、あの、生成形状などのモデルっていうのもまた自由に使っていいんですけど、えー、このモデルだけ、このテクスチャーだけを使ったもので、ちょっと縛りということでやらせていただきたいと思います、はい 優れてるというか、ビジ、うんええ、ャモに詳しい人が、どれだけいるかみたいなで、ねうん。で、あの、頑張っていただきたいな。ちょっとこれも非常に楽しみな部門ですね。はい、これが一つ目。はい。そして次。二つ目が。二つ目が。愛の部門です。愛。あれこの静けさ。なんか味わ、味わってほしいなと。<laughs> あ、いや、そうです。なんかさっきいい声ってあったんで。あ、ちょっとありましたか楽して、愛を、愛を、後藤さんの愛を。 これ、これ実はすごくその楽しみなんですけど、これ事実上のフリー部門ですね。はい、で、ただ、あの、一つ、やはり、愛というテーマを持って、えっ、ー、と、作っていただきたいというところが一番です。そして、当然、その、愛のハリケーンとか、愛のビームとか、愛のバリアとか、いろいろあると思うんですけど、何も、何事にもやっぱり、えっと、やるのが、まずは一つ一つのフレームに対して、 愛を注いでエフェクトを作るっていうところだと思うんですよね。うんはいまあ、なんか愛が絡まってればオッケーですよっていう話なんですけど <laughs> まあでも、ええ、一生懸命作ったら作った分だけやっぱりそういうものって感じるのでそこにはもう愛が実は入っている,ると。そういったあの単なる題名だけ愛ってつけるっていうだけではなくて。 えー、そういった思いを込めた、もう本当に魂のエフェクトを作ってしいこれが好きなんですっていう、直球の愛から変化球の愛まで。でね、変化球の愛まで、ね、はい、もう楽しみです、これは。ぜひともあの素晴らしい愛の作品を応募してください。はい、あちょっと、まあ、卑猥な作品とか、表現のものはだめですよっていうだけ、一応、禁止事項ですね。はい、はい、で、次の3つ,目、えー、3つ目は、これも実はすごく冒険的なものなんですが。 フレアちゃん演出部門ですえこれって毘沙門で何、えー、と演出できんのって方これ結構多いと思うんですがなんとこの度は実は、えー、特別な毘沙門のツールを用意させていただきましたこのためにそのためにでもこれ一つだけ申し訳ないことを言わなければいけないんですが、えー、実はえっ、ー、と ビシャモンパーソナルバージョン1.8というそのメジャーバージョンアップを年末を予定という形で今年の、えとそうで、今年の4月、あ、3月のビットサミットで発表させていただきました。ところがですね、どうしましたすごく頑張ったんですけど、どうしてもその、やっぱり年末はどうしても間に合わないと。まず一つ大きな理由として、やっぱりビシャモンを使っている方、やっぱり3ヶ月ごとの え、ライセンスファイル更新っていうのがあって、ちょっとやっぱりそのめんどくさいっていうのがあったんですよね。うん、次回は、えっ、ー、と、オンラインでのものを予定してまして、ちょっとそちらのサーバーの方の準備がもだどうしてもまだ追いついてないのと、で、あと、えー、まだ s t k の部分でもまだまだあのチェックしたり、あともう少し機能を入れたい部分とか、やっぱそれらもろもろを考えると、 今年あ来年ですね来年の4月ぐらいを一応目指すということで4か月ほどずれさせていただく決定とそちらの方が充実した環境とツールができあがるとそうです、ね。を予定してます。<laughs> はい、で、おい年末に出るって言うたやろという人がいるかもしれない。で、えー、ちょっと今回本当申し訳なかったんですけども、今回、えー、とまずはこの。えーと まあ、エフェクトの、ゲームエフェクトのコンテストと、そして1月にある、えー、グローバルゲームジャムでも利用できるようにということで、えー、最新版とだ、まだ、あの、機能をここに入れさせてもらいました。まずはそちらの説明もしていきたいと思います。はい。はい。実はこんな感じになります。ちょっと大きくして、あ、そうですね。あの、なんと、フレアちゃんのモデルを出して、 え、エフェクトをつけて演出することが可能となりました。これ、ビシャモン状で。ビシャモン状でるモデルと、キャラモデルと、はい、モーションを再生しつつエフェクトを作れると。と作れるという。うなんかこれ、ちょっとこれもちょっと説明しないといきなり、あ、これもうすでに公式サイトからダウンロードできるようになっています。ちょっとこれも説明したいと思います。一応こちら、あの、スライドの方も追って公式サイトに載せますので、今簡単に実機でやってみたいと思います。実機というか実際に実演でやってみたいと思います。はい。 こちらです。実際に今、フレアちゃんを動かしながら、えっ、ー、と、エフェクトをつけることが可能です。はい。ちょっとまた、つけ方をやってみたいと思います。すちなみに、モーションはこれは、右下から左上に逆、袈さ切りするような。そうですね。武器を、武器の払い、はい、切り払いのモーションをしていますね。はい、まずは、えっ、ー、と、フレアちゃんを出すにあたって、えっ、ー、と、こちら、インスペクターから、えっ、ー、と、画像ルート。 を追加というメニューを選びます。ここですね。そうすると、イメージルートというのが出てきます。今度は、えー、イメージルートを選択して右クリックをすると、えー、画像、背景画像追加というのが出てきます。これを押しますと。はい。ここで実は、ここの、あの、新ンビューに、後ろの背景に絵をつけるってことができるようになるんですが、ここの、えっ、ー、と、先ほどのこのバックグラウンドと書いて、これをノードを選択すると、こちら。 見えますかねちょっと。ちょっとちっちゃいかもしれない。ちっちゃいかもしれないんですけど、フレアちゃんチェックボタンがついてます。確かちょっとダウンロードしていただいて、はい。そうですね。これ実際これをポチンと押せば、あとは、えっ、ー、と、ほらなんと出ました。じゃあ。でもいきなりこうやって出すことができるわけですよね。で、今度はエフェクトをなんかやっぱり、なんかつけたくなりますよね。ちょっとまあ、エフェクトを何か作ったとします。 なんかこれがなんかエフェクトを作ったとします。えー、ちょっとまあエフェクト小さいので、えー、っと、ちょっと5倍ぐらいのサイズにちょっとしちゃいますね。はい。で、ここ今こういったエフェクトができました。で、これを、え、フレアちゃんにアタッチしたいという場合、ここでルートノードから右クリックすると、骨にアタッチっていうのが出てきます。ここを選択すると、アタッチする先の骨の名前がどんどん出てきますので、 ここでやります。選びます。例えば、えー、と、ライトハンドにアタッチしたいという場合。はい。これで設定完了です。で、えっ、ー、と、こちらで動かしてみると、はい。こんな形でつくのがわかります。レフトハンドですね。あ、レフトハンド。あ、そうですね。<laughs> レフトハンドでしたね。うん。レフトハンド。<laughs> いい声。あ、マジですか。<laughs> はい。 まあ,あれですよね普段はあのエフェクトデザイナーさんっていうのはまあツールでエフェクト作ってモーションと合わせるっていうのはまた別のツールとかまた別の環境ってやってるんですけれどもまあこれがビシャマの中で一つ一つできたっていうできるようになったと、ね、ちょっとっいろいろあったんですもっと早くこれの機能出したかったんですけどもちょっとまあいろいろありまして今回までちょっと長引いてしまったんです今回でこれでもうカメラもつけながらもうモーションも出しながらというところが水準、ねまあ、を使ってもいいですし別にそのこの モーションを演出してほしいっていう話なのでそ、ええ。そうですよね。なので、周りから集まってくるとか、で、のあの、今度剣を振った先に爆発が起きるとか、なんかさまざまな形でも構いません。カメラも動かせるんでしたっけ、ここで。あ、実はですね、カメラの、ホーム、こうやって動きますけど、あとカメラに実はこう、カメラファイルインポートという機能があって、ここで、えっ、ー、と、マヤとかで作ったカメラを FBX または DAE の コラーダファイルですね。これで吐き出してもらって入れると、はい、カメラをインポートすることも可能です。なるほど。はい。ここまでですかね。なんでちょっと、は,はい。3部門目ということで。3部門目で。はい。ちょっとこれ、今、口頭でも説明したものも、こちら、えっ、ー、と、スライドの方にもあります。で、えー、こちらも、えっ、ー、と、公式サイトの方にアップロードしますので、じっくり後見てください。はい。こちら、骨のアタッチ方法も載ってます。 はい。で、今回、のこのような特別版ということで、あの、用意させました。用意させていただきました。実はこのプレビュー機能は法人版にも実は載ってない機能なんですね。今回特別に最新版をこちらのコンテンツ用に入れました。 実は何が起きるか、ちょっとまだ、正直ビクビクしてるんですけど何、か何か不具合がありましたら報告いただきますょ <laughs> 実装したての、助かります。実装したてのほやほやし産 <laughs> 地直送ですよね。そう直走直送送、はいえー、そうですよね。まあ、あと制限事項としては2月いっぱいまで利用できるというところです。はい。じゃあ次いきたいと思います。あともう一つ大きな制限がありました。えー、今回、もしかすると、応募作品も 増えると思いますので、あの本当にこれは申し訳ございません。えっ、ー、と1人各部門に1作品までとさせていただきたいと思いますえー、3部門ありますので、えー、各えー、1人の人が同時に応募できる数は3作品までとなっていますね、はい。その分1つの作品にそうですね。愛を愛を1つの作品あ、なんじゃそりゃっていうコメントが来ました。あ<ー>あ、そもう。でもこれもかなり実は苦渋の選択だったんですよ。 えー、本当ねあの前回もやっぱり、えー、一人で複数作品を応募されてる人っていましたからねいましたよね、はい、でその前までてど,どんどんその1作品目よりも2作品目3作品目とあのレベルが上がってきたのを覚えていまして、はい、であの最後の作品でやっぱりすごいレベルいいものを作れてっていうのがあってやっぱりそれもまたありだと思ったんですが。 えー、もしかすると今回、人も増えるとなると、掛け算掛け算で、ちょっとえらいことになるんじゃないかっていうのをちょっと思って <laughs> 1ヶ月取ったとはいえ,<す>いえ、まだ足りなくなっちゃうみたいな、ね、この1本の作品に、ぜひ愛を、情熱を込めてほしいなと思っています、はいはい。さて、テーマについて終わりましたので、えー、次は、どうやって投稿するの実際の投稿方法に関して,てありますよね。はい ちょっとこちらについてもあの改めて説明させていただきたいと思います。はい。投稿法は先ほどあの説明させていただきました通り、ZIP、えー、にして送るてですね、はい、これです。こんな感じです。これで終わりなんですけど、これよく見ると、まあ、テーマを選ぶ、エフェクト作るっていうのは分かるつムービーも作って、リードミー書いてってちょっとこれを一個ずつ説明しないと、ちょっとダメそうですね。はい、そうですかね。はい。はい はい。じゃあ、えっ、ー、と、いただいてます。まずは、えー、なんかテーマを作りましょう。じゃあ、俺は愛を、愛のテーマを作りましょう。っていう方は、こちらで選んで、そしてエフェクトを作りますと。で、えっ、ー、と、今度はムービーを制作なんですが、今回、最新版のツールでは、ムービーの制作方法も実は大きく変わりました。で、もうこれもぜひ、あの、活用してもらいたいと私もすごく思ってますね。 はいじゃあどんな先どういう操作方法かといいますと、えー、こんな感じです、実はですね、前は新ビューに、えー、とあのカメラのアイコンがあって、はい、えと動画出力みたいなのがあったのを覚えてるですあれが実はなくなくりまして えっとそういったものの専用のビューというのができました。これレンダービューってやつですね。レンダラーってやつですね。そうですね。はい。ダラーってやつです。ダラーですか。ビュービューってやつです。でおあのどこに落とそうかというまあ考えながらでえっとなんとこれ実はあのただなんかあなんかまたウィンド増やしてやんのっていうわけじゃなくてですねより使いやすくなりました。 一つは、ちょっと見えますかね、これ、ちっちゃいと思うんですけど、選択するとこの画面が出てきてくる、先ほどのそうですね、はい、新しいウィンドウが出てきて、下のほうにビューサイズというのもあ,のあります、ここでえと今回、規定の 1280×720 という設定で書いて、かけるですね、ここ、ここ、かけるじゃなくてこう X、はい、X。 <laughs> 一番今赤枠で囲われたところに、実は 1280x720 <laughs> って書いてあるんですけど、そうで書いてあると1、128720の動画が出力されると。あの、全角じゃダメです。半角で X、半角スペースとかは間に挟まってたのダメ。かなんか何起きるかわからない。なやめてください。<laughs> はい。で、えっ、ー、と、ここ保存っていうタブに移動すると、今度は、えっ、ー、と、こういった AVI とかの、 えちゃんと保存できるデータ形式があってあとはもうファイル名とか保存先を入れてえキャプチャーというボタンをポッチンと押すとなんとその見たままのものをムービーを制作することができますとはいであの自分の愛を込めた作品のえおここから見たこれを見てくれというのをぜひ動画にしてほしいなと思いますあ動画加工してもありですか ってていうのは来てますけどれはちょっとね、それは残念ながら取って出しをお願いしつつあくまで毘沙門上で完結してほしいとビシャモンそうですね、毘沙門上で見たもののもうここじゃあって、ここを見てくれっていうところをムービーにしてほしいというところですので、はい、これによってムービーを作ることができるようになりました。はい、であと、制作した、えー、エフェクトのデータをエクスポートっていうのがあるんですこれで出す。 ですけどちょっとエクスポートもよくわからんという方はもうデータベースホルダー丸々 ZIP にして送ってきても構いません。はい、でこのまずは作ったエフェクトのデータを、えー、入れます。そしてあの先ほどの、えー、とムービーファイルをこのデータと一緒のホルダーに入れます。これで作った作品を入れるのは終わりなんですが えもう一つ、誰が作ったのか、どんなテーマなのか、それがわからないので、それを今度、リードミーテキストというのにえ記入をいただきます。まずは、名前と住所。これ、参加商品とか、そうですね、最後の賞金以外にも、参加賞とか、ラバーストラップとかもお送りさせていただくためにちょっと記入いただきます。あとは、ペンネーム。発表するときはペンネームで発表させていただきたいと思っいます。 ちょっと名前、本名が出るとちょっとっていう事情の方は、ねうん、まあペンネームを記入しておいていただければそ,、ね、そちらの方を使わせていただくとだもしかすると、ね、あの所属事務所の意向によって出せない方もいるかもしれま、ね、事務所、アイドルですか <laughs> <laughs> であとは、えーまあ、所属であったりあ所属も、えー、っとこちらの所属に関しましても、えー、これはあの、えー、っと絶対ではないです。 えー、公開できる方ですね、例えば、まる専門学校何々かとかいうのも出してもいいと思いますし、ちょっと実は会社にこっそり代償で出しちゃったんだよねっていう方も、もしかするといるかもしれません。まあ、またこれはもう公開できる方でのみで構いませんので、あと,、えー、と、制作した、えー、テーマですねあの、選択したテーマと、あと制作したエフェクトのタイトル、うん、あの愛のまるエフェクトですみたいなとか。 なんかそういいいったのも書いてくださいあと、制作コメントっていうのもお願いします。実はちょっとこういうところ苦労しましたとかああこういったところをやってほしいですみたいなそういったのもあの書いてもらえるとこういうこと考えてたんですとかこういうふうにやろうとしたんですっていうのをがあるとより作品に審査するにあたってなるほど、それは出てるっていうのが見やすくなる。うんな 作った方の,その人間感とかそういったものがこう立体感を持って、ねはいまあ、苦労しました、ここに苦労しましたとか、ね、ここはうまくできたと思っても何でもいいんですけどはい、はい、であの実はですねこちら作品が上がってきましたら、えー、と公式の Facebook の方にもアップロードさせていただきたいと考えておりますこの時にえっ、ー、にこのコメントが公開されますので、えーと なんか私個人へのね、後藤個人へのなんか愛のメッセージとか書いちゃう、ちょっとやばいですでね、それは遠慮させていただきたいて、私は妻がいますので、妻がいますので、さすがですね、はいはいこれも、これも一つの愛です、ね、一つの愛ということで、私への理由、ね、断この作品へのコメントを自由に書いていただければと、はいはい、そして、えー、次、これらをジップにして固めますと。 z ップの仕方は、ね、あのまはあ、皆さん分かっていると思うので、略奪愛とか言ってます、あそういう愛のテーマでもまあいいのかもしれないはい。どんなエフェクト略奪愛のエフェクト。略奪を表現したエフェクト、クトちょっとおいしはいそですね。そして、えー、出来上がった z ップファイルはムービーもあると思うので、結構大きいと思うんですよ。5メガ、10メガ、もしくは20メガになるかもしれません。 えーとそれをえーとストレージのストレージサービスねあのファイヤーストレージとかあと私なんかドロップボックスが好きなんで結構ドロップボックスを使うんですがそういったところにアップロードしてそのアップロード先の URL をメールでお送りしたすはいこのメールの送り先はこちらになりますあとここ重要な点はえーと重要な点は懸命ですね ここ、県、えー、名によって機械的に振り分けられますのでこの県名でお送りください、まあ、間違っても2013とか書いたりしないように2014ですのでそして、えー、ともう一つ重要なのが、えー、と去年、あ去年とか前回あったんですが、えー、とメールの内容に URL だけ入れて送るって方がいたんですけどそうするとなんと,、えー、とスパムメールと迷惑メールと間違えて、えー、なんかあの 迷惑メール側のホルダーに行っちゃったっていうのがありまして、うん、あ2015って書きそうって、あ,あ確かにそうですよね。ちょっとこれも今後考えていかないと。まあなんか変更があったら、うん、あとで,、ね、で随時訂正していくんですけど、<え>現状、ちょっとこれで。2014って形で。はいで えー、まずはなんか何でもいいですあの、よろしくお願いしますでもいいので、なんかコメントいただけるといいと思います本文にちょっと一部入れていただけると、スパム判定されないっていうあと、ストレージサービスの URL を入れておくれてください。はい、はい、これで、えー、終わります。あともう一つ重要な点、下沢さんからのアドバイスについて、ねうん、アドバイスってほど大きな話でもないんですけれども、はい、まあちょっとここまでね、あのうん、放送を見ていただいたからにはっていうところで。はいうん あのー、去年もやっぱり見てて、うん、いろんな作品を見てて思ったんですけれども、えー、ちょっと一点こういうところに気を使ってみてはというお話です、うん、で構成についてちょっと意識してみたらどうでしょうというのが一つです構成,構成といいますとどんなあれですかねいわゆるその始まりがあって、うん、途中があって終わりがあるみたいなそういう流れ。 間が尺が尺きっちり意識できたエフェクトを作れるかどうかっていうのはこれできていると実はすごい格段に安定したエフェクトに見るものに対してあの印象としては安定してるエフェクトだなと。なので作った時に突然急に終わるとか。 突然始まってわるとかあれこれ続きないんだあここで終わったのねみたいなエフェクトっていうのまあまああるんですけれどもそういうところが実は気を使っていると「愛がある」と「そうですおねこれは」っていう感じでちょっと入賞に一歩近づくのかなというところで一般の方プロの方はひょっとしたら当然だとは思うんですけどこれから作ろうとしてる特に学生さんはそういったところに意識をしてみると いいいと思いますもうぜひ皆さんあの下沢さんからのアドバイスをね皆さんの糧にして頑張ってくださいここは5フレーム取った方がいいのかいや8フレームなのかとかっていうのが実は意外と見た人ね。印象が変わるんで,、うんでねうん、先ほどの、ね、刺繍の魔法陣でも最後の,あの余韻が本当にあの印象深か,った深かったですからねはい、はい ぜひとも皆さん頑張ってください。素晴らしい作品をお待ちしております。そして、あの、禁止事項の方、えー、簡単に説明させていただきたいと思います。もう、あの、皆さんわかってると思いますが、えー、団体や個人への、まあ、誹謗中傷であったりとか、あともうすでに他の作品とか、あと、え、仕事で使っているデータとかっていうのも、これも入れてはいけません。 あのそれもちゃんと著作権とかいろいろな問題が絡んできます、権利の問題も絡んできますので、そういったものとかは使わないようにお願いします。あとあ、営利目的の広告とかもやっぱ入れないようにお願いします。あとは、そうですねこの犯罪の予告とか、そういったこともやってはいけません、領助皇族を守って領族。皇皇女女世の中的には皇女両族だった気がします。ははいい <laughs>、うん 両女皇族とも言ういとも言,う言わない言わないですね後藤地一にまた1ページはい、はい、皆さん禁止事項を守って、はい、楽しく応募してください,い,いよろしくお願いしますはい実はですねメッセージをいただきましたー第4回現役の人コンテスト開くにあたって、はい、では2名の方からメッセージをいただきまして、えー、まずは 一人目の方のメッセージをご紹介させていただきたいと思います。はい、この方です。なんと、スクエアエニックスの土田様からのメッセージをいただきました。はい、あ,りありがとうございました。実はもう、前、前々回、前回からもうずっといただいてるんです。本当にありがとうございます。はい。このようなメッセージをいただきました。ビシャモンはプロの開発経験から生まれたエフェクトツールです。とそして、プロの開発現場で実際に使われているツールです。 あのゲームのエフェクトはどう作るのかなと自分にも同じクオリティのものが作れるのかなとはい、大丈夫です。作れます。道具はすべて揃っています。あとはあなたのセンスとひらめき次第なのですと。素晴らしいメッセージですね。初はアフレコが入ってますけど。ちやちさんこういう。<も>ああ,あ、なんかそう、私なんか何かこうもらってたんです。かもらってきたなるほど。<laughs> で、まず続きがありまして。はい デザイナーは今ある機能だけでみんなのどぎもを抜くエフェクトを作るそしてプログラマーは基本機能に足りない部分は俺が自分で補うとこれからも毘沙門を使ってそういったことにどんどんチャレンジしていってほしいと思いますそしてゲームエフェクトコンテンツ珍しいチャンス思う存分腕を振るってくださいえ何これどうやって実現してるのと驚く作品が、えー、登場することを楽しみにしていますという。 素晴らししいいコメントをたただきま本当にありがとうございました本当に津田さんは、えー、実はもう知る人ぞ知る、えー、当時 FF シリーズの中でもエフェクチャンと呼ばれるエフェクトツールを作ってたすごいプログラマーの方なんですよね。はい、現在はもうサウンドの親玉としてもやっぱり非常に、ね、あの人気のある方でもうすごい,すごいですよ専門学校でもセデックでも津田さんの講演はもう満員なんですよね。 もう面白いですしこんな素晴らしい方からメッセージをいただきたというのは本当にありがとうございます感謝していますそしてもう一方どなたですかちょっとね自分知ってる人なんですけどどこかで見たことあるんです本当ですかでもこんな方からメッセージをもらったのかなと思いましてふわふわしてますねこの方ですなんとマッチロックの部長エヴァンジェリスト後藤誠さん 俺じゃないか <laughs> で、ね。この静けさね。んんあの、わかってます。<laughs> この冷ややかな変質はい。なんか、見たことあります。見たことあります。はい、俺もなんか見たことあります。はい。実は、あの、今年第4回目として、えー、本当にメッセージを送らせていただきたいと思っています。えー、っと、2年前、2012年に、どうしてもあのエフェクトコンテストを 復活開催したいという思いで私を立ち上げました。えー、そうですね。2012年というのは私自身もいろいろ個人的な部分もいろいろな思いもありまして、なんとか日本のゲーム業界を盛り上げるにはどうすればいいんだろうってすごくやっぱ悩んで、自分のできることは何だろうって考えました。よくあの、日本のゲームのエフェクトは、よく日本的だって言われるんですけど、私はそれはものすごく、その、 創造的であり、クリエイティブであり、革新的なものだと思うんですよね。それは世界に類を見ない、本当に日本ならではのものすごいエフェクトがゲームを盛り上げてきているんだと思っています。で、そして、えー、最高のゲームを作ろうとしたときに、考えたとき、それは私の一つの結論としては、一人一人がクリエイターになるってことだと思うんですよね。 プログラマーはプログラマーとしての、そして各デザイナーは自分の最も得意とする部分でのクリエイターとなっていくことだと思うんです。ほんの一握りのクリエイターによって素晴らしい偉大なゲームは作られているわけではないんですよ。たくさんの人の今まで積み上げてきたもの、そして子供の頃から好きだ、ずっと絵を描いてきた人とか、ずっとプログラムが好きで、もうその魅力に魅了されて、もう寝る暇も惜しんでプログラムやってきた人とか、そういった方の本当に積み上げたものが あの一人一人のそういったクリエイティブさが現れてそれが一つの作品となって織り込まれて一本の作品にまとめられた時それが最高の作品として世に出てるんんだと思うんですよねそれが世界中にあの感動を伝わっていきそしてもう生涯にわたりあのゲームは最高に面白かったと語り継がれるようなそういった最高のゲームが もっともっと日本からも出るような環境を作りたいと私は思いました。えー、その本当にこれは第一歩だと思うんですよね。えー、例えば野球で言えば甲子園だと思うんですよ。その甲子園があって日本の野球界っていうのはものすごくやっぱりあの盛り上がって今やもう本当にあの世界でも通用する野球っていうのがあるんだと思うんですよね。もう 当然サッカーも一緒だと思います。そういった各分野もそれがあるように、ゲームの制作の分野の中でも、特にやっぱりこういった各一人一人のクリエイティブさを発表できる場、そういったエフェクトというところで、えー、一つ焦点を当てて、そういった場を作りたいと思ったんですね。これは本当に魂の通った素晴らしいエフェクトの作品を私はこの中でぶつけていただきたいなと思っています。本当にそんな作品を、 あの待ってますので皆さんの試行錯誤とそして情熱とで持っている技術をすべて積み込んだ素晴らしい作品をお待ちしていますはいなんかこんなメッセージをぜひ言いたくて私がメッセージとさせていただきましたはいなんかこんな魂の通った最高の作品をお待ちしています れたた愛の溢れたあの愛情とねそういった素晴らしいあの作品をお待ちしていますこれは本当に単なるあのエフェクトのコンテストっていうだけじゃなくて今後5年先10年先そんな素晴らしい作品が日本からもどんどん出てくるような環境を作るための第一歩だと私は思っています今ね 今、マッチロックに所属して、こうやって活動をやっている以上、まずはエフェクトからということでやらせてもらっています。まあ、こういったところから、素晴らしい作品と、そして素晴らしい人材がたくさん出てくることを願っています。はい。はい、メッセージありがとうございました。ありがとうございました。したはい、以上となります。<laughs> まだ、もうちょっと時間ありそうですかね。はい。じゃあ、えー、っと、そうですね。 皆さんからの応募お待ちしておりますということなんですが、どうしましょう、ちょっとこの辺残り10分、10分ぐらいありますので、Q、Q&A とか、何か質問とかありましたら、コメントありましたら、ちょっと、どんどん、よし、任せろってきました、あ素晴らしい、素晴らしいね、情熱のある作品を、ぜひ。指定テクチャの色加工は、ちょっと NG、今回 NG、あ OK ですか。うん あマテリアルカラーで変える分には構わないです。うかもう回今のメッセージ見せてもらっていいですか。えっ、ー、とテク、指定テクスチャーの、ああ、そうですね。えっ、ー、と、マテリアルカラーでの加工は大丈夫ですけど、これは、フォトショップでテクスチャーをいじるというのは NG ということですよね。そうです、ね、あ、はい。ということです。テクスチャーはそのまま使ってください、テクスチャーはもう、はい、手をつけずにそのままってことですね。はい、あともう一本。えー、と指定テクスチャーのアンダーピーって何ですかって何ですか ちょっとこれデータ見てみましょうかこれもうなんか落としてデータ見てみま見てる方がいるってことですかね,んすかねプレビューえっとデータだとこちらかな、うん、あなるほどこれですね P と P が付いてないやつとってあるってことですよねうん あこれはどうやらですね、P があるやつは、えー、とアルファ部分を一応黒くしてってことですよね、黒くしてちょっとテクスチャーの,その色が分かるようにしているっていうものっていうことでいいですかね。はいあそういうことです。あた。なるほど、でした。ちょっと別に、はい、特に気にする必要はそうですね、はい、でもこれど、どっち使ってもいいんですかね。 あ P 使ったごめんなさい。えー、弊社弊社弊社社長がちょっと今 P, P をついてない方を使ってくださいとのことです。<laughs> ですはい。うんああなるほど。R G B が白なのであの普通見えなくなってしまうのでってことでそれでわかるようにあの黒い色を入れていると。いいはい、プレビュー用の P ー用で置いてるだけなので、はい、それはあのプレビュー こういうテクチャーですよっていうのは、うん、あそういうテクチャーなんだと分かるところまでをあ、うん、あの役割として持ってるんで,ですよ、ね、今回の制限テクチャーの中には含まれない、うん、そうですねはいアッ,は、うん、アップしちゃったってことですかね、うん、でも <laughs> いやあれはあれでやっぱり分かりにくいのであるということですよね、はいはい、あまたメッセージが来ましたね、えー ソフトでフレアフレアちゃんのデータを 3D ソフトで開けるのか、あこれは残念ながら、えー、ともう毘沙門にビルトインさせていただいてますので、あの残念ながら 3D ツ,、ね、ツールで見ることは残念ながらできません。はい、も,うもうご了承くださいということで、なんとという、そうですよね、うん。その他なんかメッセージとか、そうですよね。 動画の時間制限はっていうのはありますけれどもあそうだ一応 1>, 1時間半の超対策超対策で、はい、<laughs> ストレージで遅れますかねでもあの一応時間制限はないとは言うまでもやっぱりね30秒とかあるとちょっときついので、えー、長くても何秒ぐらいですかね 秒秒かかぐらいですかねそうですねそうです、ね、まあ10秒前後をまあ目となるメートルにってことですねかかでもあのさっきのフレアちゃんの演出とかですと多分そのもうちょっといろんな演出を前置きしてフレアちゃんが出てきてカメラが寄ってドカーンとかやると割と10秒超える可能性ももしかするとあるかもしれないですねただその間もうその間もうもちろん止まってますけど <laughs> ああそうですね <laughs> そうです、ね、モーションに合わせようとするならば今のモーションの尺の中で、まあ、多分で、ね、フレアちゃん演出部門に関しては、えー、とモーションに合わせてそのモーションが、ええ、まあ終わってちょっと余韻がある分には構わないと思いますけれどもあくまでそのモーションを演出するのでうん、うん、そっか、はい、そうですね大体まあじゃあ10秒前後とかですかねはい、はい、そのっ、えー、と何かフレアちゃんのモーションは1モーションですかあ1モーションです,ンですそうですあの 公平性を期するため、あの一部モーションとさせていただきました。あの、そうですね、なんかやっぱ切り替えていろんなポーズのね、フラちゃんとか見たくなっちゃいますよね。もしくは今、ここに作った人がいるんで、<laughs> 愛のメッセージがあれば、増えるかもしれない <laughs>、うんあ。でも今回はもう,う、一応これでやらせてもらうということで、じゃあ来年に撮っときましょう、愛のメッセージ。今後の何か拡張で、なんかそんな余地があるといいですね。はい、あっ、学生でもっているあ<ー>あ 学生でも一般参加できますかというメッセージが来ました。はい,はい、できます。えー、言いますと、学生か一般かは、私どもの方ではそこまだチェックするとこまで手が回りませんので、基本自己申告していただいたものを、ね、まじめ、受け取ると。 ですので、バリバリプロの人が学生ですということもできますけど、学生でも十分、あの一般ということもあのできますので。ちなみに、一般の人が自分学生なんでっていうのは、ええ、基本 NG ですかあ、NG。あ、そうか、NG か。はい、NG ですね。ちょっと本当にこの人、うん、学生じゃないんじゃないかなって疑っちゃったりするので。でね、ただまあ、そうですね、あのちょっと学生で、 ちょっと他の学生と張り合うのはちょっと腕が鳴るぜって方がいたらもう一般として応募いただいてもいいですよね。賞金も、そうです、ね。まあ、がす。賞金の額も違うし、はい、逆に学生のうちに一般として応募して賞を取ったってなったら、それは就活でめちゃくちゃ役立つんじゃないですかね。ね。はい。ちょっとそれも面白いかもしれないですよね。うん。あ、あとなんか今。 えっ、まだ来てないですねあ。でも自分でモーションをいじれないのかっていう、ねうんうん、そうですね。うすねうん、なんかあのカメラとかうまく使ってそのすごくその迫力のある映像にしてもらうっていうのも面白いかもしれないですね。はい。はい、他には、うん、そうですねっとあと,、えー、と最後、お問い合わせについてですかね。<お>あ、あ なんか来ました来ままししたたち,ちょっと自分があのディスプレイまでの距離があって目がもう学生プラス一般で一作品ずつ応募可能とかは学生でこっちの部門は出して、うん、一般でこっちの部門で出して,てそれもでもリード・ミーに書かれちゃうんでどっちかにってうことですかねあのリード・ミーに書きますので同じ人であればやっぱり3作 付近まで3部門ってことで、あのどちらか一方でってことですね。うん、すいません。そこはあのご了承ください。うん。そうですね。はい、じゃあえっ、ー、とお問い合わせについてなんですが、えー、やはりえっ、ー、と専門学校さんとかで、ちょっと後藤さん、うちの学校に来て、そのエフェクトコンテストの話とか毘沙門の話してくださいよ。とか言ったらもうぜひあのご連絡ください。 えなんとかね、皆さんの作品の後押しにもなればと思いますので、そういった説明させ,にさせていただきたいと思っています。あと、一般の会社さんの方でも構いません。えー、ちょっと、後藤さんのとお話ししたいので、来てくださいという方でも、そういった方は非常にお待ちしております。随時、受付中、エフェクトツール、迷ったら後藤さんに。そうですね、来てください。はい、そしてえーうちの会社 エフェクトを作ってほしい人、作ってほしいんだよな、ちょっと人が足りなくてって方は、方はあ弊社アグニフレアに、アグニフレアさんにぜひ随時ご相談をいただければ、そうですね。いつでもウェルカムです。はい、もう何かありましたら、こ,のこちらお問い合わせ先まで、えー、ご連絡いただければと思います。はい、あ、なんかメッセージが。あ、いの 愛の告白を愛のコメントもお待ちしております。愛のコメント待ちしておりますかってことですが、えあのこっそりと脱いでメールください。でもね、それはそれということで、はい。それはそれ。キリしてるも愛。多分あの返答できないかもしれない。なるほど。お、そうですね。うん、はい。まあ、まあそういったなんかそのこ。 今回のコンテストのことであったりとか、ちょっと説明とか、そういったものをどんどんお待ちしてますので、はい。あと、何か、うん、えっと、そうですね。あと、もう時間もそろそろ2分ちょっと、ね、2> 2ょっと,となりました。早いもんですね、早、はい。はい、早いですね、1> 1ちょっともう、実はもう、中間発表会がすごく楽しみなんですよね。えー、もう、1月の17、土曜日にえやりたいと、もう1か月待ちって、あ あと1か月以上とかそうですねちょっとまあなんとかえっ、ー、とあそうだちょっとですね先ほどのえっ、ー、とラバーストラップの実は、えー、仮原稿健康はできてますこんな感じのものを用意しようと思ってますこれですねこんな感じです、ね、フレアちゃんのでこれで賞、えー、を、えー、取られた方には ぜひご郵送させていただきたいと思いますね。まあ、ね軽いうそう。そうですね。この方向性で、ね。はい、方向性としてはそんな感じですかね。<laughs> うん、欲しいってきました。ああ、ありがたいですね。入賞をぜひ目指して。入賞をぜひはい。ぜひねなんかこうどっか目立つところにねつけていただきたいなと思いますね。はい。うん、といったところで残り一分,、はい、分となりました。はい。 では、えー、これをもちまして開会式が終了となりますが、はい、これからあのゲームエフェクトをお待ちしております。ゲーム第四回ゲームエフェクトコンテスト開始となりますので、皆さん応募よろ,、えー、よろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。はい、以上となります。<laughs> はい、あと30秒あるのか。ん これは本番終わるのかなこれ、これ全部放送されちゃってんの今流れてます。30秒8。ご当地庫ってもうタグついてますあ、もうあれそう。まうついてんのちょっともう、なんかもうせっかちなんだからもう。ということで、よろしくお願いいたしますい。皆さんありがとうございます。よろしくお願いいたします。さよなら。